にちは、賃貸のまさきです。本日は奈良市にありますラルーチェ2のお部屋についてご案内いたします。こちらの物件はオール電化仕様となっておりまして、防犯対策も万能な賃貸住宅なんです。今私がおりますのはリビングの部分になっていまして、こちらにはカラーモニター付きインターホン、リモコン給湯がございます。皆さん、これ何だか分かりますか？実はセコムなんです。家にいるときはこちらのボタンを、非常時にはこちらのボタンを押していただきますとセコムさんが買い付けてくれるんです。とっても安全ですよね。そしてこちらにはエアコン、またこちらには室内干しがついております。室内で干していただくときにはこのように下ろしていただいて、また使わないときにはこのように干していただくことが可能です。見てください、こちら合わせガラスになっているんです。こちらの合わせガラスはどのお部屋のガラス戸にも対応しています。こちらにはシャッターもついているんです。セコム、合わせガラス、シャッターでセキュリティも抜群ですよね。そしてこちら正面にありますのがシステムキッチンです。こちらレンジフード、IH コンロ、皆さん見てください、このように浄水に切り替えることも可能なんです。また稼働も可能です。そしてこちらとこちらとこちらには収納スペースがございます。皆さんぜひ便利にご活用ください。続きまして洗面所の方をご案内いたします。どうぞ。こちら通常よりもワイドなドレッサーになっています。そしてこちら後ろには室内洗濯置き場を確保しております。こちら浴室になるんですが、とっても素敵なお風呂場になっているんです。皆さんぜひご覧ください。いかがですか、こちらのお風呂、一つのタイプのお風呂場となっているんです。見てください、このように私が手を広げちゃうぐらいとっても大きなお風呂になっているんですよ。のんびりゆったり入っていただけそうですよね。そしてこちらにはこのようにおしゃれなシャワーヘッド、浴室乾燥もついております。こちらの部屋は 2LDK となっていますので、残りの洋室2部屋続けてご案内いたします。どうぞ。こちらの洋室、ちょうどいいサイズのお部屋になっています。またこちらにはちょうどいいサイズのワンステップクローゼットがございます。このように調節できることが可能になっておりまして、またハングバー、そして棚も調節できる仕組みになっています。皆さんぜひ便利よくご活用ください。そしてこちらの方が2つの洋室となっています。こちらは先ほどのお部屋よりも広めになっています。そしてこちら、先ほどのワンステップクローゼットよりも大きめの収納になっているんです。こちらとこちら両方を使ってたくさん収納していただけます。皆さんぜひ便利よくご活用ください。続きまして、トイレと玄関合わせてご案内いたします。こちら玄関になるんですが、実はこちらの玄関には一つおすすめのポイントがあるんです。それでは行ってみましょうか。皆さん気づいていただけましたか？こちら洗車照明がついているんです。そしてこちらの玄関にはこのようにシューズボックスがついております。棚を調節できる仕組みになっていますので、お客様のお好みに合わせてぜひご活用ください。皆さん、こちらの素敵なお部屋いかがでしたか？収納も抜群で防犯対策もバッチリなこの素敵なお部屋で、皆さんもぜひご覧ください。詳しくは賃貸のまさきのホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきは皆様のお部屋探しを応援いたします。ご
ご視聴ありがとうございました。